2008年のスタディオンマクシミール。右側ゴール裏が北側スタンド。1990年ディナモザグレブ対レッドスターベオグラード戦での暴動では、1990年5月13日にクロアチアザグレブ、スタディオンマクシミールで開催されたサッカーの試合、ディナモザグレブとレッドスターベオグラードの対戦中に起こった監修同士及び警察隊との衝突を扱う。 1989年に起こった東欧革命の流れを受け、ユーゴスラビアでも1990年春に連邦を構成する各共和国で戦後初の自由選挙が行われた。1990年4月30日から5月7日にかけて選挙が行われたクロアチアでは、フラニオ・トゥジマン率いる民族主義政党、クロアチア民主同盟が勝利した。一方、 ユーゴスラビアでの中央政府の役割を担っていた。セルビアでは、セルビア民族主義を掲げるスロボダン・ミロシェビッチが、権力を握り、中央集権化を主張していた。この日ザグレブで対戦したディナモザグレーブ対レッドスター、ベオグラードは、それぞれユーゴスラビアリーグの上位を争うクロアチアと、セルビアを代表するクラブであり、ディナモには、バットブルーボーイズ、レッドスターには、 デリエという熱狂的なサポーター集団が存在した。1989から90シーズンは、レッドスターがリーグ首位を走り、ディナモガニーで続いた。一周前の8日には同じくクロアチアのハイリューク、スプリトがユーゴスラビアカップ決勝で、レッドスターを破り優勝していた。この試合以前にレッドスターの優勝は決定していたが、直前に前述の選挙や、 純粋な愛国主義者を自称する、クロアチア人でディナモの主力選手ズボニミール・ボバンが、ユーゴスラビア代表から外されていたこともあり、上位にクラブの試合という以上に、通常のリーグ戦とは異なった関心が寄せられていた。選挙から1週間後の5月13日時点で、新政府は成立しておらず、警察隊はセルビア人が過半数の旧体制のままだった。 当日のスタンドは西側のメインスタンドに一般客、北側ゴール裏スタンドに BBB がそこから漏れた BBB が東側バックスタンドに南側にデリエが陣取った。試合開始前に南側スタンドと東側スタンドでデリエと BBB が衝突。北側スタンドを埋めた BBB がこれに反応し警備の突破を試みる。 その後、選手は練習を引き上げるが、一部のファンがグラウンドへ乱入し、機動隊と放水車が導入された。デリエによって、南側スタンドの広告看板は破壊された。さらに、BBB の投石に、警察隊が応戦を始め、彼らに向けて、計3発の催涙弾が打ち込まれた。この騒ぎの最中にボバンは、警察隊を相手に飛び蹴りを喰らわせている。 グラウンドは投げ込まれた発煙筒と催涙剤の煙で埋まり、試合は結局戦わずして、レッドスターが3対0で勝利ということになった。スタジアムに建てられた異例非試合、中暴力行為を働いたボバンには9ヶ月の出場禁止処分が下り、直後に控えたワールドカップの代表からも漏れることとなった。飛び蹴りについては後に、 サポーターを守ろうとした伝説的なジャンプと美化され、ディナモの公式サイトに掲載されている。ボバンは欧州選手権予選から代表に復帰し、1991年5月13日のフェロー諸島代表戦では得点を記録するが、この試合がユーゴスラビア代表としての最後の試合となった。暴動から2週間後、開幕が半月後に迫っていた。 ワールドカップイタリア大会への出場が決まっていた、ユーゴスラビア代表は、オランダ代表を迎えての親善試合を同スタジアムで行った。試合前のユーゴスラビア国家成長時、クロアチア人が多く占めたスタンドからはブーイングが起こり、ユーゴスラビア国家は書き消された。ワールドカップ終了後、ユーゴスラビア代表は、欧州選手権の出場権を獲得したものの、FIFA よび UEFA が、 国際連合安全保障理事会によるユーゴスラビアに対しての包括的制裁に同意したため大会開幕10日前に出場権を剥奪された。これは代表チームがストックホルムの空港に到着した直後の出来事だった。クロアチアでは独立の機運が高まり、1991年6月19日の独立を問う国民投票を経て6月25日に独立を宣言。 中央政府との独立戦争へと突入した。クロアチア人選手は代表から離脱し、ユーゴスラビアリーグに参加していた。サッカークラブも1990から91、シーズン終了後に脱退。新たに国内リーグプルバイ 1NL を形成した。2006年の同日には、当地でディナモ対ハイデュークの対戦があり、クラブは入場料収入を 独立戦争における嵐作戦を指揮し、デンハーグで戦争犯罪の裁判を待つアンテゴトビナに対して寄付すると発表。その額は9万4千ポンドに上った。スタジアムには紛争中に志願兵として出兵し、戦死した兵士の慰霊碑が建てられている。なお、クロアチアの独立以降も BBB は民族対立に関係なくたびたび暴動を起こしている。 民族の英雄であったはずのボバンは2000年にイタリアで騒ぎを起こした BBB に対し BBB はフーリガンと発言したことによりサポーターに距離を置かれるようになったという。ありがとうございます。